皆さん何の日かご存知ですよね。はい、実は大地真央さんのバースデーです。大地さん、お誕生日おめでとうございます。改めて盛大な拍手をお願いいたします。今鳥肌まさかこの場でこんなお祝いをしていただけるなんて本当ありがとうございます。ちょっとうるうる来ちゃいました。それでは早速、神田さんからじゃあ一言誕生日のお祝いコメントをいただければと思います。もうこれで十分。ちょっと待って。この日当日にこれまでもこう素敵にもおめでとうっていうふうに言ってきて、この日に共演できていて、こうやって舞台上に一緒にいられるのがすごく嬉しく思っています。もう本当にイケるオーラみたいな方でイケるこうハッピーオーラでもあるし、リーダーシップ、それからアイディア、すごく本当に女性としても役者としても勉強になることいっぱいです。これからもずっと追いかけていくし、たくさんいろんなことを本当に教わりたいと思っています。本当に本当におめでとう、大好きです。村井さん、どうぞ一言お願いできますでしょうか。大地さん、おめでとうございます。なんか涙の会見みたいになっちゃってきますけども。おかしいね、おかしいね、はい、涙ですか、ね、いやもうびっくりでした。大地さん、今日はこのために皆さんお呼びしたそうだったんですね、はい、そういう会見でした。いやいや、本当ありがとう。本当に、この1ヶ月間、本当に全員で健康に、無事に、ね、はい、最後まで走り抜けるように、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、こちらこそありがとうございます。それでは別所さんからも一言お願いします。いや、本当に大地さん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当にこんなにバラが似合う女優さんはこの日本で大地真央さん、いや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 、そしてまさにこのローズ、演劇界のローズとこうやってご一緒できることを光栄に思ってますし、その誕生日の日にこうやって皆さんの前に立てることを光栄に思ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。真ん中の方大丈夫でしょうか。手を挙げて目線取ってください。はい、はい、男性の方でいいですね。男性の方で、はい、ありがとうございます。次、後方の女性の方手を挙げて、はい、じゃあ、はい、女性の方手を挙げてください。はい、よろしいでしょうか。